ご視聴ありがとうございます。竹地恵里です。今回はですね、ミレニアムパレードの配信ライブについてお話ししたいと思います。僕の動画では主に音楽についてお話をしています。投稿頻度は少なめですが、継続した動画投稿をしていますので、チャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。では本題なんですけど、2月14日から1週間視聴できる配信ライブは、2020年12月23日に東京国際フォーラムで行われたライブで、ライブ会場では 3D メガネを配られ 3D で視聴できたようですが、配信ライブに関しては 2D となります。当日のライブは2回公演だったようで、この配信ライブの時間も1時間15分と通常のライブと比べると短めとなっていますが、全15曲のパフォーマンスで決して少なくはないのかなといった印象で、アーカイブも1週間あるのは十分に楽しめる期間なのでありがたいと思います。でライブなんですけど、まずオープニングの映像から始まって、映画が始まったかのようで、ペリメトロンのハイクオリティの演出を感じることができました。全体的に照明が暗めで、配信ライブだとカメラが個々のプレイヤーを映してくれますが、会場にいる方はそれはなかったと思うので、映像と音の没入感に浸れたのではと思います。フォーメーションとしては常田くんが真ん中で、お客さんに背を向けているので、ファンの方はやっぱり常田くんを見たいと思っている方は多いと思うので、そういう意味では十分に楽しめなかった方もいるのかもしれないですね。で、背を向けている個人的な見解としては、オーケストラだと指揮者が背を向けているので、バンドの指揮者という意味合いだったり、操縦者のような印象があって、また特等席で自分が一番楽しみたいという印象も受けました。セットリストに関してはアルバムの曲がメインにはなるんですが、3分の1ほどは未発表曲となっていて、配信ライブで見た方はある程度曲はわかると思うんですが、当日に会場で見た方はまだアルバム発売前だったので、知らない曲ばっかりだったのかなと思っていて、一番早く聴けるタイミングという意味ではメリットなんですが、知らない曲ばかりでいまいち盛り上がれなかったという方もいるのかなと思いました。その中でキングヌーの曲を2曲披露してくれたので、より気持ちが上がっただろうし、アブクというまだ音源化されてない曲をやってくれたので、嬉しかった方は多いのではないでしょうか。ライブを見ていると、オープニングでもありましたが、ライブという言葉よりショーという言葉の方が的確だなといった印象で、キングヌーだったり通常のバンドの見せ方はバンドが奏でる音楽というものが主役だと思うんですが、ミレパの場合は音楽というのが主役で、メンバーはあくまでも脇役のような印象で、曲によってメンバーが変動するという仕組みはそういう意味もあると思っています。で、キングヌーだと常田くんや井口くんが歌うことを想定されて曲が作られるように、通常バンドだとメンバーありきで曲を作ると思うんですが、ミレパのようにメンバーが固定でないことによって、鳴らしたい音楽というものを最優先にできるので、常田くんにとって自由度が高いものになっていると思います。それを具現化するメンバーの技術も高いし、メインで歌ってるエルムホイさんの歌声も素晴らしいと思いました。ミレパやペリメトロンのようなクリエイティブ集団というのは、過去にもハイスタが同志と集まったエアジャムやピザオブデスというレーベルだったり、ドラゴンワッシュが仲間と集まった TMC というイベントや、モブスクワッドというレーベルやフューチャリングをやったりで、仲間たちと一緒にのし上がってムーブメントを起こすということがありましたが、ミレパやペリメトロンはそれに似ているようで、もっと深いつながりだし、音楽以外のところにも派生しているし、しかもキングヌーが売れるよりかなり早い段階から出来上がったものだと思うので、常田くんの凄さというものを感じます。で、ライブの最後に See You Soon と出ていたことと、アルバムに CR ナンバーが入っていたことがつながって、また近いうちにライブをするのだと思うし、 M ステにも出演するので楽しみにしたいですね。余談なんですが、今回のセットリストには時期的には早くてなかったんですが、ファミリアをライブで見たいなと思っていて、先日主題歌になっているヤクザと家族を見に行って、映画自体も面白かったという言葉が適切かはわからないんですが、よくて、エンドロールでファミリアが歌詞付きで流れるんですが、歌詞がつくことで映画の一部としてきちんと演出されていたので、僕が見た時はエンドロールで席を立つ方がほとんどいなかったです。で、やっぱり泣いてしまうし、映画を見ることで歌がより入ってくるし、その後に MV を見るとよりわかるので、この曲だったり映画に興味がある方はぜひ見てほしいと思います。今回はミレニアムパレードの配信ライブについてお話ししました。皆さんの高評価やチャンネル登録が次の動画を作る大きなモチベーションとなっています。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。